で今皆さんね、あのチャンネル登録者がですね、あの20万人超えのゲーム実況者の方がですね、あの旦那がゴミすぎて離婚した件でなんか炎上してるらしいんで、今回はそのことについて取り上げていきたいと思います、ね、この記事で詳しく書いてある、なんかチャンネル登録者20万人のゲーム実況者の花ちゃんって方がなんか結婚して赤ちゃんができて生まれた途端に急に離婚して、なんかその旦那が荒れてるらしい。2019年6月公開に質問コーナーの動画では、年齢は非公開ですが未成年です、彼氏はいないと話していましたが、同年11月22日いい夫婦の日に8月からプライベートで交際していた男性水京と結婚したと報告したと。はい、でこちらね、花ちゃん、いつも応援してください、皆さんご苦労します、プライベートのコーナー公開しました、以前ご付き合いしてた男性と令和元年10月22日いい夫婦、俺の誕生日のですね7日後に結婚しました、この人たちは。はい、これからも活動していくので応援よろしくお願いしますということで入籍したんですね、こちら。そしたらですね、まあ年月はこう経ちまして、2020年6月には子供を妊娠していることを報告してですね、予定通り8月に第1子を出産したと。はい、女の子の赤ちゃんを見ました、今までで一番頑張ったよ、天使すぎると。はい、そしたらですね、あの急にですね10月16日ですよ、今月の3日前です、3日前に花ちゃんツイッター更新、夫と離婚したことを報告したと。離婚しました、これからは一人で頑張っていきますと、急にどうしたんだ花ちゃんと、はい、なりますよね。その後にね、この水郷の方もご報告です、先日離婚しました、原因は妻の未成年飲酒や義理母と妻は両方との性格の不一致でした、今まで応援ありがとうございました、ちなみに向こうの親子揃ってまともに娘に会わせてくれませんでしたと、ツイートしてるんですね。はい、で同日アナちゃんは離婚しますというタイトルで生配信を実施、離婚を決断するに至った経緯を語ったと、それがこの動画らしいです。花ちゃんによると離婚するのは9月25日10月1日から別居しているとのこと、親権は花ちゃん側にあり現在子供と2人で暮らしているそう。花ちゃんは養育費は払ってくれないし2月からも働いてくれていなくてずっと家でゲームしていて僕は主婦だとドヤ顔で言っていたと、最初元夫は仕事してたけど急に辞めてそこからずっと花ちゃんのお金で2人で生活してて、と、元夫が花ちゃんの収入を当てにする紐状態だったことを告白。花ちゃんは妊娠自体も活況させるため一人で動画を作成していたことを涙流しながら話しましたと、この文面を見た後に夫のツイート見てください、先日離婚しました、原因は妻の未成年飲酒や義理の母と妻両方との性格の一致でした、今までありがとうございました、ちなみに向こうの親子揃ってまともに娘に会わせてくれませんでした、あたかも向こうがね未成年飲酒して悪いこと、未成年飲酒はもちろん悪いことですけども、ね、揃って娘に会わせてくれませんでしたと、もうイメージを下げるような発言をしてですね、まあ炎上してるんですよ、この水郷って方が。被害者ずらしてる、元夫には何度も仕事をしてほしいと頼んだようですが、花ちゃんは YouTube で稼いでて俺が主婦したら効率がいいでしょうと聞き入れてもらえなかったそうです。産後のトラブルストレスで飲酒したと認める、花ちゃんは花ちゃんもちょっと悪いところだからそれから言うねと、元夫のツイートに言及。まず花ちゃん未成年飲酒について説明、現在19歳、今年12月に20歳になると明かした上で、話は出産当時まで遡りますと。花ちゃんが出産した時通常泣かずだった赤ちゃんが亡くなったそう、赤ちゃんがうまく息ができなかったためだったですが、赤ちゃんの出産翌日が自然にするチューブに繋がれた赤ちゃんを見た花ちゃんは精神的にボロボロになったと話すと、産後疲れを癒すために1週間入院する予定でしたがストレスで食事を受け付けず3日ほど退院した。帰宅後花ちゃんはめっちゃ悪いことなんですけどと自覚した上で未成年ながらお酒を飲んでしまったことを認めたらしいです。はい、そんなもので忘れようとしちゃいけないんだけど、赤ちゃん産んだのにそばにいなくて幸せな生活を思い浮かべていたのにこんなことになるなんて一面で思ってなかった、普通に元気のおぎゃって泣いて生まれてることしか頭になかった。まあまあいろいろ女性というのは精神的に不安定な時ありますから、赤ちゃんもそうですけど命ですからね、あと19歳だからまだ、はい、まあ、精神的にやっぱそこを支えるのが夫ですよ。はい、なのに夫は働かず、ね、主婦でいいでしょうとドヤ顔して、はい、で妻は赤ちゃんを産みながら世話をしながら YouTube でお金を稼いでるのに夫は何もしないと、急に仕事を辞めてと、ひもか、あげくなってなツイートね、被害者ずらをして炎上と。少しだけ提示させてください。まず相手方が 100% 悪いととりあえずツイートしてすみませんでした。もちろん僕にしても問題があったからこその離婚です。さまざまな方を混乱させる言い方してしまったことに関して申し訳ありませんでしたね。これリプ送れないようにして、何言ってんだこいつはと、絶対悪意を持ってツイートしたでしょ、あれに関しては。うわーすごい、さようなら、うわー、これが結婚と離婚、まあ、離婚のあれってバツイチって経歴についちゃうのかちょっとあれだよね。まあ花ちゃんはいい人見つけてもろてね、水郷さんはやっぱ自分の娘ですから、仕事をしてなんとか相手に合わせてもらえるぐらいのなんかこうしたらいいんじゃないかなと、はい、思いますね。チャンネル登録者20万人の旦那が炎上したと。まあこの動画を見てね、ポケカメと結婚したくなったそこのあなた、俺はみんなのものだから君だけのものにはなれないかもしれないけど、それでもいいなら話聞くよ。